ゾンビ特攻ないかな。秘密の通路か。隅っこから行けば。あ。ゲルだ。モリ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 、よし。ようやく壺枠が開いた。ボスローとデスタン。一体何が生まれるんだ。トゥルルー、ドゥン。トロルキングのメス。で、トロルキングとギガンテスを配合すればいいんだね。ロルキン。よーし、魔導の攻略がさらにはかどります。モリ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 、よし。誰だっけ？バトラーとドラゴンか。アデュー。お、これメタキンでしょ。きたー。おー、直線3マス。あとはこれを合成するだけか。お、トンネルがあったような。トンネルもないんだっけ。ダメか。あー、ないか。溶岩石もないしな。こういう時メタルドラゴンがいたらよかったね。残念。あ、なんかいる。ありがとう。よし、ありがとう、ラリホアント。誰だっけ。ディーパとラーラーか。ディープバイターとキラーマーを配合するとランドアーマー。これが魔王系の素材になるってこと。ランドアーマーはあれだよね、ドラクエ6の最後の方に出てくるよね。モリ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 、よし、はは、来た。ギガンテス先でトロルだね。ギガンテスとトロルキングを配合するとアトラスのメス、アトム、ピロードとアデューか。パズズのオス、こっちをメスにすればいいね。アトラスもう一体必要。マジか。バーズー。モリ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 。モリモリモリ。